はい、じゃあそれでは続きをプレイしていきます。これはステージ2に当たるのかな。わ、クマが出てきた。急にびっくりした。オッケーオッケーオッケー。やべ、食らっちゃった。いきなりクマ出てきたよ。よし、オッケー。次行きましょうか。じゃあ今回はあれ、こっちじゃないか。今回アーティファクトが1個、レリック0。アーティファクトだけ1個あるみたいだね、ここは。これジャンプかな。あそこの壁のところに捕まるとか。オッケーオッケー。オッケーオッケー。なるべくね、早くクリアしたいですよ。シティオブ、なんとか、ビルかなんとかだっけ？最初に言ってた、ララが。古代の街か、ここは。狼出てきたぞ。なんか今回はレジェンドと違って、なんだろう、アクションがね、増えてるみたいね。なんか、パンチとかできないみたい。パンチ、あ、キックとか。パンチはできないか、もともと。キックができなくなったのかな。Y というか、プレステでいう三角ボタン。あ、びっくりした。あ、ここ覚えてるわ。それで避けてるときに、なんか、やると、なんか一撃必殺みたいな。ヘッドショットって書いてたな、さっき。ヘッドショットが打てるみたいですね。ここ、トゥームレイダースでもね、覚えてるよ。プレステのトゥームレイダースで、なんか行ったの覚えてるね。クマ出てきたし。で、なんかこういう、小屋みたいなのが、家か、これは。昔の家か、これは。水の中ですかね。でもなんかね、今回は違うみたいだった。なんか、あ、同じか。クマが小屋から出てきたんだよね、トゥームレイダースは。これも出てきたっけ、さっき。よく見てなかったけど、小屋の中にクマが隠れてたんだよね。これ早く泳げなくなったのかな、連打しても。やばいんですけど。あ、これスイッチ。オッケー。さっさとクリアしちゃいましょうぜ。やばいやばい、食らってる食らってる。やばい。よし、オッケー、チェックポイント。ここはなんかあるでしょう、また。あ、ここら辺覚えてるな、なんか。あ、チェックポイント。これは戻るんだね。あー、やっぱりここでしょ。ここね、すごい苦戦したな、トゥームレイダースでは。ものすごく苦戦しました。なんか上にあったぞ、あれ。もう取れなくなっちゃった。なんか上にあったやつ取りたい。あ、これで取れるか。なんか今敵のマークなかった、一瞬。まあいいや。あ、あれか。あ、回復パックか、ゲット。これを使うのかな、なんかどっかで。待って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 、奥にも部屋があったぞ。お、レリックじゃないか。なんだこれは。ショットガンの弾か。ショットガン持ってないんですけど。あ、鍵あった。オッケーオッケーオッケー。ショットガン持ってないのになんでって感じなんですけどね。トゥームレイダースでもそうだったわ、確か。ショットガン持ってないのにショットガンの弾がね、なぜか手に入っちゃうんですよね。これはどこで使うんだろう。
か上に行く場所ないのかな。あ、これかな。ここに登っていくのかもしれない。あれ違うの、違うのかな。あ、違う。あ、行けた行けた行けた。なんかちょっとおかしかったけど行けた。こっちか。それでオッケーオッケー。あー、コウモリ食らった。今食らったのかな。あそこにあるじゃん、あそこにアーティファクトがある。オッケー、行こう。これはアーティファクトへの道なのか、メインルートじゃなくて。おっと危ない。オッケーオッケー、アーティファクトゲット。角みたいなやつゲットしたよ。やば、食らったか今もしかして。この後はどう、ああそっか、鍵開けるんだ。オッケー、鍵開けてクリアかな。まだかな。狼の鳴き声がしたぞ。オッケーオッケーオッケー。よっしゃ、まだいた。オッケー。あれこっちじゃなかった。あ、ここアーティファクトもう一個だけだ、このステージ。オッケーオッケー。なんていう名前だっけ、ペルーのシティオブビルカバン、ビルカバンバ、ビルカバンバの町ね。あー、これ2つに分かれてるやつね。なんか覚えてるわこれ。ちょっと、あ、ここ水なんだよね。これトゥームレイダースだとすごいきつかった。何回もやり直した、ここは本当に。でここら辺でちょっとプレイやめちゃったのかな確か。あんまり覚えてないですけど、ちょっとね、録画してて、なんか音声とビデオがずれてて、あ、たやばい、食らった。それでやめたんだと思います、確か。あ、違うか、外国人にお前の声はノイズだって言われてやめたんだな。そうだそうだあ、また今度やるかもしれないです、あの初代トゥームレイダース。一応持ってるんですよ、ソフトは。トゥームレーダー1、2、3は確か持ってたかな、プレステの。それをプレステ3でアップコンしてできると思うんだよね確か。それでキャプチャーソフトでキャプチャーするんですけど、でもね、キャプチャーソフト、キャプチャーデバイスがかなり古いやつで、昔使ってたやつなんですけど、高校生とかのモローウィンドウをやってた頃かな。モローウィンドウとかやってた頃に使ってたキャプチャーデバイスがあるんですけど、そのキャプチャーデバイスね、確か 640×480 の解像度しかダメだった気がするんだよね。まあ確か覚えてないけど、あんまり HD で録画できないみたいだけど、まあいいですよ。それで、あ、まあそれでね、録画して実況してみようかな、もし時間があったらね。これクリアして、あ、でもアンダーワールドもあるんだな。そういえばこれやった後にアンダーワールドやろうと思ってます、これ終わった後は。低スペックのパソコンでできるかな、アンダーワールド。やってみないとわからないっていう感じですけどね。アンダーワールドはまだ1回もやったこと、体験版しかないんですけどね。体験版は Xbox でやりましたね。
体験版でアラ探ししてました。アラ探し。下になんかあるぞ。アラ探しっていうか、なんか体験版でどこまで行けるかっていう。ああ、いや強い。あれどうやって、普通に避ければいいのかな、右とか左に。なんか矢印のマーク出てくる。またショットガンの弾かこれ。でアンダーワールドの体験版昔やったんですけど、なんか変な寺院みたいなところ、まあ、美しい寺院みたいなところに行って、あそこが、あそこかに行ったんですよ。最初水潜って、確か水潜んないか、最初から寺院だったっけ体験版って。ちょっとまだやってないからわかんないんですけど、水潜ったりするような動作もあったような気がするんですよね。で体験版で粗探して、なんか自由度が高くなってるんですよ。判定が甘くなってるっていうか、本当は登らないような場所にも行けちゃったりとかするんですよ。降りれた。でアンダーワールドの体験版ではね、まあ、関係ない話、まあ、トゥームレイダーとして関係はあるんですけど、体験版では行けない場所まで行って、それをどこまで行けるかってやったんですけど、やっぱり、ね、なんかやっぱり体験版に与えられた場所以外だとなんかうまくいかなかったですね、確か。あ、でも結構荒はあったんですけどね、荒はあったっていうか、うん、結構いろんな場所まで行けちゃいましたよ。体験版のゴールよりも先までちょっと行ったかなって感じでしたね、確か。でそれでそれをなんか2チャンネルとかにアップロードしたのかな、画像とかを。でそしたらなんか、ね、みんなでどこまで行けるかみたいなやってたような気がしないでもない。あんまり覚えてないわ、やっぱり。あ、クリアした。オッケーオッケー。結構早いんじゃないか、クリア。オッケー。じゃあ今回ペルーのシティオブビルカバン、ビルカバンバーか。今回はペルーのシティオブビルカバンバーね、アーティファクトコンプリートしてクリアしました。オッケー。